大学ラボの舞子です。元塾教室長のうっちーです。今回は前回の続きで学部の解説をしていきます。今回紹介するのは経済学部、経営学部、商学部の違いについてです。はい、まあ、この3学部はですね、結構違いが分かりにくいっていうところで、まあ、どれを選べばいいのかっていうのがまあよくあったりするので、はい、まあ、ちょっとそこら辺のですね説明の方をしていければなというふうに思います。私も実際大学受験の時に、はいはい、経済学部と経営学部、商学部何が違うんだろうってもう不思議だったんですよ、はいはい、だからいろいろちょっと解説してもらいたいと思います、はい、まずは経済学部です、はい、まあ、経済学って何をやるかっていうと、うん、まあ、すっげー大きく言うと市場経済を学ぶ学問っていうところですね。何かっていうと、まあ、お金の流れとかをこうしっかりと見ていくっていうのがもう経済学っていうところになります、ね、はい、物が作られました。で、物が作られて物が流通します。で、物が売られます。で、お金が流れていきます。で、この流れっていうのがどういうふうに世の中にこう回っているのかっていうのをこう見ていくっていうのがまあ経済学部っていうところですね。なんか結構大きな視点で社会を捉えていくっていうのがまあ経済学っていうところになりますね、はい、どんな授業をするかっていうと、まあ、ミクロ経済とかマクロ経済とかっていうのが、うん、難しいそうですね、まあ、まあ何かっていうと先ほど言ったように世の中のお金がどういうふうに流れていくのかっていうところで、例えば今好景気なのか、それはどうやって分析するのか、インフレ率がこういうふうに上がっていくから今どういうふうな傾向にあるのかとか、物価上昇指数がうんぬんとか、まあ、そういうのをやったりするっていうのが経済学でまあ授業をやったりするね、あとはその財政学って言って、まあ、財政がどういうふうに動くのかっていうようなやつは授業としてあったりするかなというふうに思いますね。うん、で、有名大学で言うと旧交渉っていう、昔ですね国がですね経済とか商学についてしっかり勉強しましょうっていう専門的にこう作った大学があったりするんですね。一橋大学の経済学部とか、まあ、そういった旧交渉系の大学っていうのはまあ有名な国公立なのかなと思いますね。なるほど。で、私立ですと早稲田の政経学部だったり慶応の経済学とかが結構有名かなというふうに思いますね、はい、で、主な就職先としては経済なので金融系がやっぱり多いかなというふうに思いますね。まあ、これはもう経済学部にとらわれず経済、経営、商学部に共通しますけども、やっぱり金融とかあるいはサービス業とかもそうですけど、そういったところが多いかなというふうに思いますね、はい、次は経営学部です、はい、で、経営学部はじゃあ経済と何が違うのかっていうところが結構大きく違って、はい、経営学部は先ほどの経済学部はこう大きな視点でお金がどういうふうに流れているかっていう話でしたけど、うん、そうですね、経済学部はよりちょっと会社っていうところに注目して、その販売している会社がどういうふうな組織なのかとか、どういうふうに会社を運営していくのか、まあ、要するに経営ですよね、うんうん、その経営の視点に立ってこう物事を考えるっていうのが経営学部ですね。なるほど。経済だったら社会のお金の動きだけれども、ええ、経営だとその社会の中のお金を動かしている会社に着目しているっていう。そうですね、そうですね、うんうん、まあ、社会全体というよりもその会社がどういうふうになっているのかっていうのは組織とかそういったところをしっかりと見ていくっていうのはまあ経営学部ですね、うん、はい、はい、で、まあ、じゃあ実際どんな授業をするのかっていうところですけど、うん、経営なので経営理論を学んだりとか、まあ、あるいはその海外の経営の状態とか、うんうん、そういうのを学んだりとか、まあ、あるいはその会計ですね、うん、会社を運営していく上でそのお金の管理っていうのは大事なので、まあ、そういった会計学っていうのを学んだりするのが経営学部っていうところになりますね、はい、まあ、じゃあどんな大学が有名なのかっていうところですけど、実はですね国公立で経営学部っていうふうに出してるのって結構少ないですね。有名なところだと、まあ、横浜国立大学、横国ですね、はい、横国の経営とか、あとは神戸大の経営学部っていうところがまあ有名な大学かなと思いますね、うん、具体的に会社をやりたいって決まっている人はもうすごい勉強できる学部なんですね。そうですね、まあ、なので就職先としてはまあ先ほど言った金融とかが多いんですけど、それ以外の特徴として会社を動かす仕組みを学ぶわけなので、はい、起業する人が多いっていうのがまあ経営学部の一つの特徴かなと思いますね、はい、最後に商学部についてです、はい、商学部ですが、これ結構経営学部と同じような感じの学問領域になっちゃったりするんですね、はい、で、何かっていうとですね、商学部の方が歴史が古いっていうような背景があって、はい、なので歴史がある大学とかだと経営学部がなくて商学部だけで経営学部と同じようなことをするっていうような大学が結構あったりしますね、うんうんうん、で、どんなことをしっかりと学ぶのかっていうところですが、経営学部との違いとかで言うと傾向としてはより具体的な売り方とか、まあ、販売方法とかセールス理論とか、まあ、より具体的なところになっていくっていうのが、まあ、商学部の、まあ、傾向なのかなっていうふうには思いますね。で、実際どんな授業を行うのかっていうところですが、まあ、これも、まあ、先ほど言ったように経営学部と結構同じようなところが多いので、会計とかは商学部で、まあ、経営学部と同じような感じで行っていくっていう
ていうのが多かったりしますかね、はい、あとはまあちょっと特徴としてはまあ市場調査とかとかを勉強したりするのがまあ商学部の特徴かなと思います、ねはい、面白そうですね。そうですね、うん、でまあ有名な大学としてはまあさっき の, あの旧工商系の国公立大学、はい、例えば一橋大学商学部ですとかね、うん、そういったところがまあ有名な国公立かなと思いますね、はい、あとはその私立だったら早稲田商学部だったり、うん、慶応商とかが有名かなというふうに思いますかね。はい、ここまで具体的に学部を見てきましたが、最後にそれぞれの学部のまとめと違いを教えてほしいです。はい、経済学部っていうのはまあ社会全体を見て、でそれでお金とか物の流れっていうのがどういうふうになっているのかっていうのを大きな視点で見ていくっていうのが経済学で、経営学部と商学部は結構こう隣接していて、会社だったりあとは販売っていうところで実際に人々がこうどういうふうに経営していくのかっていうのを具体的に見ていくっていうのがまあ経営学部とか商学部っていう感じになってきますね。で経済っていうのは割とこう経営とか商学部よりも大きい視点じゃないですけどちょっと違う感じになっていて、経営とか商学部は割と近い学問分野っていうふうに言えるかなというふうに思いますね。うんうん、はい、あ、分かりやすかったですね。よかったです、はい、以上経済学部経営学部商学部の解説になります。今説明した学部の違いをですね、まあ、ぜひ参考にして、まあ、学部とか選ぶ際はですね見ていただければなというふうに思います、はい、それでは本日の動画は以上です。受験頑張っていきましょう。いきましょう。じゃあねー。